はい、皆さんこんにちは、ただひろって言います。よろしくお願いします。今回の動画はですね、第10回歌唱2022の感想分析動画になります。今回の歌唱もですね、ハイレベルすぎてちょっとびっくりしたんですけども、応募総数 21,727 件の中から15名がテレビに残ることができました。番組のシステムが ABCDE の5つのブロックに分かれて、ファーストステージ1000点満点で、ファイナルに残った方がまた1000点満点、合計の2000点満点で歌唱王が誰だったかっていうのを決めるシステムになっておりました。毎年本当に歌唱っていうのは豪華な特別ゲストからゲストの方々、審査員の方々が今回も出ておりまして、どんな点数をつけるのかなとか、どんなコメントを残すのかなって見ておりまして、楽しむことができました。で、今回の動画は3つの項目について話していきたいと思うんですけど、まず1つ目は出場した15名の全員のすごいところ、あとは私の感想、2つ目は柴田千佳さんがなぜ優勝することができたのか、私の分析を話したいと思います。そして最後3つ目は私の中での一番は誰だったのか、それを話していきますのでね、ぜひ最後までお楽しみください。あとですね、出場された方々のファンの方々もね、たくさん見に来られてると思います。この動画ね、皆さんの大切な時間をね、極力快適に見てもらえるように、チャプター機能で飛ばせるようになっております。で、自分の見たいところの1分、2分、聞きたいところの話をね、聞いていただけたら、それで大満足ですのでね、よろしくお願いいたします。それではね、早速ね、項目1、皆さんのすごいところ話していきますよ。まずトップバッター、中野みやびさん。群馬県高校2年生16歳ね、点数は954点でした。彼女のちょっと話は長くなっちゃいます。彼女の良さを本気で喋ったら1本の動画撮れてしまうぐらいの本当に魅力の塊って言っても過言ではない方で、彼女の良さっていうのは純粋さ、汚れてないっていうところが一番の魅力だなと思ったんですよ。で、早歌のすごいところ言えよって思うかもしれないんですけど、僕が伝えたいことは、歌唱王でトップバッターを任されたという時点でテレビ局からめちゃくちゃ期待されているということなんですよ。どういうことかというと、中野みやびさんでこの歌唱の2時間の番組の視聴率が決まるって言っても過言ではないんですよ。本当にみんなから愛されるような純粋な子で、その人柄を生み出したのって16年間育ってきた両親だと思うんですね。歌のすごいところ言うのに両親の話かと思うかもしれないんですけど、僕はね、本当に中野みやびさんにね、伝えたいんですよ。あなたがそんなに純粋で素敵な人間に育ったのは、両親に16年間育ってきてもらったからだよって。で、この子は間違いなく伸びます。で、 YouTube ももう1万登録とかってもう超えちゃってる人なんですけど、中野みやびさんは1万どころの人間じゃないんですよ。10万とか50万とか言ってもおかしくないような本当に魅力ある方で、これからどんどん人気出ていって、中野みやびさんすごいねすごいねっていろんな人が寄ってくると思うんですよ。いろんな人に愛されると思うんですよ。だけど、これから20代30代になっていくにつれて、いろんな人と関わる上で嫌な思いをしたり辛い思いをしたり、音楽業界のちょっとなんか汚い部分が見えたりとかして、今の中野みやびさんの一番の魅力である純粋さ、汚れがない歌声っていうのがだんだんともしかしたら汚れていってしまうかもしれない。僕はそれを伝えたいんですよ。今のその純粋な歌声のまま20代30代とこれからも音楽活動を続けていってほしいなっていうのがまず伝えたいことです。で、歌のすごいところなんですけど、歌のすごいところは何ていうか、民謡上がりというか、なんか演歌上がりというか、その親の影響かなとか思うんですけど、ポップスと民謡のそのミックスというか、それがまあ彼女の独特の武器だなと思うんですけど、あとは欲しい音をスッと出せる声帯、これは生まれ持った声帯なんで、歌に特化した声帯を持たれてるのですごいなと思いました。あとは民謡をずっと歌ってきた人っていうのはファルセットが苦手やったりする人が多いんですけど、中野みやびさんはファルセットもすごく綺麗くて、曲の中であんなに遠くの景色までの部分の景色のしのこの無声音がものすごくキレくて上手かった。本当にその歌唱で15名残ってきた本当に実力者だなって思える歌声でしたね。次 A ブロック2人目ね、山崎孝則さん、長野県工場勤務28歳、点数は955点でした。でね、歌われたシトラスっていう曲は、まあ歌えるだけでもすごいんですよ。音域が高いね曲なんで。だけどよくありがちな棒のようになっちゃうというか、単調になってしまう歌なんですよね。でも山崎孝則さんはこの曲をちゃんと息の使い方ができたりとか、余裕をまだ感じさせられるような歌唱力を持ってたんですよ。で、男性でこの曲を歌えるだけでもすごいんですけど、一つ一つの歌詞をね大事に歌われてるなと思って、すごいなっていうのが感想です。あとこの曲の中で今み未練なんかのがよくね響いてたんですよ。細かいですけどね、このうん
のね響き、今見れうなんかってうに近い発声をする人が多いんですよ。で高いんですよ、もっとね元気は。この高くてうんでうんで響かすのってめちゃくちゃ難しいんですよ。それがやっぱりできてたんでさすがだなと思いました。次3人目、長谷川正弘さん、東京都会社員38歳。点数はファーストステージ982点、ファイナルステージも982点、合計1964点でした。で長谷川さんのすごいところはなんか日本人離れしているというか、ボーイズトゥーメンとかスティービーワンダーのようななんかちょっと黒人っぽいような声帯を持ってるなと思ってて、この歌声から繰り広げるビート感であったり崩す歌い方をするんですけど、崩してるんですけど A メロと B メロの境目の頭の入りをビタッと合わせてくるとかね、独特の天性のリズム感があるんだろうなって思って聞いてました。で決勝もとにかく崩して歌ってたんですけど、崩すんですけど合わせるところはビタッと合うんですよね。それがやっぱりすごさだと思うんですよ。でファーストステージでは1人100点をつけてる方がいたんですけど、まあそういう点数になるよねって思って見てましたね。歌唱になることはできなかったんですけど、僕はこういう歌声の人って本当に一握りだと思うんでね、めちゃくちゃ貴重な歌声を持っていらっしゃると思うんで、これからもたくさんの人に聞いてもらえるような場でこれからも歌ってもらえたらなって思いました。あとお子さんもねすごい可愛い子で、お父さんのこの歌声をね小さい頃から聞けてるっていうのは間違いなくねいい影響を及ぼすんでね、お子様の今後にも期待ができるなと思いました。 B ブロック1人目、宮崎優也さん、秋田県会社員29歳、点数は963点でした。宮崎さんの歌声を聞いてね、日本テレビありがとうって思ったんですよね。日本テレビ見る目あるわと、よくこの方を2万人の中から15名に勝ち上げたなと。予選の宮崎さんの歌声半端なかったんですよ。2020年の渡辺遥さんがものすごくいい声だって僕が言った話があるんですけど、それと同じような感覚に陥ってですね、こんななんか宝石のような歌声の人っているんだっていう、なんというか渡辺康介さんのような歌声というか、ちょっとね言葉で説明するの難しいんですけど、ボイストレーニングとか努力で到達できない歌声を持ってるんですよね。なので日本テレビありがとうと思いましたね。この歌声に出会わせてくれてありがとうって思いました。で本番がちょっと緊張してるのかなと思ったんですけど、やはり決勝に上がってくるぐらいの実力者なんで緊張はあったんですけど、本来の自分の歌声の良さを出し切ってたかなってそう思いました。僕はあと何よりも宮崎優也さんの一番いいところって歌ってる時の表情なんですよね。こういう表情で歌われる方は僕ね大好物なんですよ。はい、B ブロック2人目、熊野細日向さん、神奈川県中学1年生13歳、点数が966点でした。あのね今回の10代の方々は本当に過去一と言ってもいいぐらいとんでもない10代、しかもまだ13歳なんですよね。最初の一声目聞いた時に、あこの子は歌姫に将来なるんじゃないかなって思ったんですよ。で今の子って歌うだけじゃなくてパフォーマンス力もめちゃくちゃ高いんですよ。僕はこの子の歌声を聞いてずっとこの声質で追ってほしいなとも思ったんですよ。でも13歳じゃないですか、絶対今後変わっていくんですよ。もっと太くなったりもっと大人っぽくなったりしていくと思うんですけど、もう13歳でこの歌声でいいと僕は思えるということは、時すでにこの歌声でずっと通用するでしょって僕は思ったんですよね。成長していく分に関してはどんどん成長していけばいいと思うんですけど、今の歌声でも完成しちゃってるんでね、これ以上の歌声成長ってあるんかなっていうぐらい日向さんねえぐいの一言でした。本当に B ブロック3人目、桑原俊樹さん、高知県医師27歳ですね。点数はファーストステージ979点、ファイナルステージ978点、合計1957点でした。桑原さんの歌声なんですけど、多分女性キーで歌われたと思うんですけど、ごく前に女性キーで歌われる男性の方がいるんですよね。でそういう方々って大概キンキンしてしまう歌声になっちゃうんですよ。高い声は出てるんですけど、どうもキンキンして聞こえるなって、ちょっと聞き心地があれだなっていう方が多い中、透き通った歌声だったんですよね。特にファルセット
ットがものすごく武器で、この方ね、2ファルセットっていうのは細くなったり弱くなったりしてしまうんですけど、より魅力的なね歌声になってたんですよね。あとミックスボイスもねすごい良くて、あとファルセットの時のんーの響きもねすごかったですね。ファイナルステージでも高音の綺麗さっていうのは際立ってて、歌唱にはなれなかったんですけど、たくさんの人の心に届いたのかなってそう思いました。次 C ブロック1人目、佐野瑠璃さん、北海道作業療法士23歳、点数が977点でした。この方の歌声の感想を喋るのが非常に難しいんですよ。なぜなら何でも歌えてしまうってもう分かるからなんですよね。上手すぎるんですよね。なんかやっぱり上手いなの一言に尽きるというか、 X ジャパンの紅、難しいですよ、歌えちゃうんですよね。で一番驚いたのが、彼女は音域も広いし高音の人なのかな、高音が武器なのかなって思ってたら、低音の声がめちゃくちゃいいんですよ。ああ低音も歌えちゃうんだと、低音も武器そんなに持ってるんだと思ったら、なんかでもあっぱれなんですよね。はい、なんでちょっと短いんですけど、佐野瑠璃さんは半端なかったってことですね。 C ブロック2人目、イチャザハラさん、東京都インフルエンサー28歳、点数がファーストステージ979点、ファイナルステージ982点、合計1961点でした。ザハラさんの歌声は本当に心を浄化してくれる歌声だったんですよ。僕は彼女についてねめちゃくちゃ語りたいんですけど、語り出したらもう一日日が暮れるっていうぐらいの方でね、こういう歌声の方っていうのは日々の生活から常に人のために生きてる方なんですよ。自分の人格をいい人格育成しているからこそこの歌声を出せるんですよね。そういう人柄が歌声ににじみ出てて、それだけでもう価値がある歌声だと思ったし、田原さんの歌声聞いて泣いた方も多いんじゃないでしょうか。スローテンポの曲って緊張しているような場面で歌うのってものすごくリスクが高くて、一回崩れてしまうと審査に影響してしまうような曲だと思うんですけど、そんな難しい曲を人の心を揺さぶる、そんな歌声の方でしたね。でさらに決勝ではまた予選とはファーストステージとは違った声を出されてたんですよ。ファイナルステージの歌声を聞いて、あ、この方はもしかしたら歌唱王になるかもってよぎりましたね。それぐらいファイナルステージのザハラさんの歌声はめちゃくちゃ良かったです。ぜひねどっかで聴ける機会があるならね聞いてもらえたらいいなって僕は思いました。 C ブロック3人目、大島正俊さん、東京都 YouTuber 38歳、点数が977点でした。でね、大島さんの YouTube でファーストラブ歌ってるやつがあるんですよ。で、今回もファーストラブ歌うのかなと思って見てたんですけど、桑田佳祐さんの白い恋人たちを歌われてて、なぜこの曲をね、選ばれたのかなって見てたら、これはあくまでも僕の予想ですけど、自分の素直さとか、自分の気持ちとかが素直に乗りやすい曲がこれだってなったんだと思うんですよ。で、なんかわかんないんですけど、大島さんの歌を聴いた後に、歴史が見えたというか、大島さんの人生が見えたというか、たくさん失恋もしてきたでしょうし、辛いこともあったでしょうし、でもなんか強い意志を持って乗り越えてきて今このステージに立っているという、なんかそこまで見えたんですよね。歌が上手いのはもちろんなんですけど、ずっとなんか聴いていたいなって思えたし、飽きない歌声なんですよ。なんで過去にいろいろあったかもしれないんですけど、僕には届いてるよっていうことをちょっと大島さんにね届いたらいいなと思ってます。次 D ブロック、島津ここみさん、神奈川県小学6年生12歳、点数が977点でした。皆さん出ましたよ、島津ここみさんね。いやー本当本当にね、僕は今回の歌唱で一番衝撃的でしたね。何が衝撃的だったかというと、1年前に僕島津ここみさんの歌声を聞いてまだ同じ感想動画出してるんですよ。この1年間でこれほどまでに進化をしたかと、その進化がえぐかったんですよ。歌声も大人っぽくなってるし、目もきれくなってるし、声が太くもなってるし、声が太くなるって歌をとことん練習してきた賜物なんですよね。この1年間相当歌い込んできたと思います。日本を引っ張っていくような逸材だなって思いましたね。あと化粧映えもする顔だしね。で12歳、小学生でしょ。この子のね声質めちゃくちゃいいですよ。唯一ねその抜くところとかね、かすれさすところとかっていうのが
が1年前にはちょっと薄かったんですけど、それが唯一僕の中でそこがもうちょっと欲しいなと思ってたことが2022年になって、そこもね僕の心を掴んできたんでね、皆さんどうしましょうか。島津ここみさん、この子めちゃくちゃいいですよ。 D ブロック2人目前田由紀子さん、熊本県2児の母、48歳、ファーストステージが982点、ファイナルステージが987点、トータル1969点でした。で、いろいろこの方に僕言いたいことあるんですけど、何よりまあインパクトはすごかったんですけど、最近のテレビって良くなったなって思うんですよね。いきなり何言い出すねんって思うでしょ。昔のなんかオーディション番組とか、こういうなんか一番を決めるっていうので、事務所の力とかこの子を優勝させるとかっていうのはあってだと思うんですよね。なんですけど、この日本テレビのこの歌唱王は今年は特になんですけど、審査員に何も指導とかこういう風な点数のなんとなくしてくださいっていうアドバイスも一切してないんじゃないか、そう思えたんですよね。プロデューサーの方が審査員に対してもう自由に自分のつけたい点数をつけてくださいって、本来そうあるべきだと思うんですけど、なんか今年は特にそれが良かったなって思うんですよ。で、前田さんはこのアドのアシュラちゃんだけがめちゃくちゃ上手いタイプなんかなって思ったんですよ、僕は。だけど決勝でまた違った色を出してきて、この人ほんまにヤバい人やと思ったんですよ。上手すぎると、歌が。で、この映像を見た日本全国の主婦の方々がめちゃくちゃいい希望になったと思うんですね。若い頃自分は歌をやりたかったけど、もう結婚しちゃってとか子供ができてとかって、この前田由紀子さんの歌声を聞いて、全国の主婦の方々が自分の子供もだいぶ大きくなって手が空くようになって、40代から50代からボイストレーニングまた通おうかなって、そう思った人多いと思いますよ。それぐらいね、前田由紀子さんを決勝に上げた日本テレビと前田さんの素敵な歌声、最近やっとね時代が良くなったなって僕は思ったんですよ。で、特にねファイナルステージの歌声は本当に感動ものでね、こんな奥さんの旦那さんって幸せやろうなとかって思えたし、そのお子さん家族みんなめちゃくちゃ前田さんに愛されてんねやろなって、そう思えるぐらいの歌声でした。 D ブロック3人目長澤さんですね。東京都英語塾講師、27歳、ファーストステージ986点、ファイナルステージ988点、トータル1974点でした。で、パッとね一斉聞いた時に、まあ、甘い歌声やなって、これは惚れる人も多いんじゃないかなって思ったんですけど、何よりもね優しさが歌声ににじみ出てて、もちろん英語の講師なんで英語の曲上手いんですけど、素直に歌が好きなんだろうなって思えたんですよ。あと日本人が英語の曲を歌うとちょっと鼻につくというか、なんか嫌味っぽく聞こえてしまうのがねあるんですけど、長澤さんは本当に英語の歌詞を一つ一つ理解して歌われてるんで、その嫌な感じが一切なかったんですよ。で、それが高評価で審査員にも評価をされてファイナルステージに行くことになったんですけど、ファイナルステージもワンオクロックさんの英語と日本語が混じったような自分のね武器とするようなジャンルで歌われてて、さすがのファイナリストだなって思いましたね。 E ブロック1人目大倉ひかるさん、山口県高校3年生17歳、点数が977点でした。この方はねたまにいるんですけど、何歌ってもいい声の人がいるんですよ。で、そのタイプだなと思って、低い声と高い声って同じ種類の人がほとんどなんですけど、大倉さんはいろんな声質を使ってて、17歳でこの歌唱力は本当にすごいなって思いました。でね、今後どんな歌手人生を迎えるのかなと思ってたら、将来の夢は何ですかって聞かれた時にアナウンサーですって答えてたんですよね。まあいつね自分の夢が変わったりとかね、目標が変わるっていうこともよくありますから。で、大倉さんの場合はポップスでもね、オペラ系でもね、どっちでもいけるようなタイプだなと思ったんで、アナウンサーもねいいですけどね、また歌を目指したくなったらポップもいけるし、何でも歌えるようなね、すごい逸材なんでね、楽しみですね。 E ブロック2人目柴田千佳さん、富山県フリーター21歳ですね。ファーストステージの点数が988点、ファイナルステージの点数が990点、トータル1978点で歌唱王となりました。予選からね柴田さんの歌声聞いてて、これは中高年層に受けがいい声やなって一斉見で思ったのと、なんともね切ない歌声なんですよ。でそれが作った歌声じゃなくて、その子本来の自然と出てる音なんですよね。でその歌声聞いた時に、この子の人生21年間何があったんやろって、
そう思えるような歌声やったんですよ。声量もすごいし、この声にハマる方はすごい多かったと思います。で、ファイナルステージでもよくね言われるのが、歌声っていうのは3段階に分かれてるって言われてて、体に伝わる歌声、次のすごいのが心に伝わる歌声で、一番すごいのが魂に届く歌声ってよく言われるんですよ。ファイナルステージではね、本当に紙一重でしたけど、彼女なりの持ち前の魂にね届ける歌声で優勝することができて、歌唱ということになっておりました。そしてラストですね、 E ブロック3人目、熊本恵美さん、京都府中学2年生13歳。ファーストステージの点数が988点、ファイナルステージの点数が989点、トータル1977点で、惜しくも1点差で歌唱になれなかったということでした。で、熊本恵美さんは一言で言うと天才です。この子本当に半端ないですよ。高音域でビブラートを揺らすってめちゃくちゃ難しいことなんですけど、それもできてて、それができるということは余裕があるということなんですね。さらに細かいビブラートの揺れができる子なんで、まだまだこれからどんどん歌が上手くなるし、ファルセットからチェストボイスの力強さはこれからもずっとね、いろいろね人から言われると思うんですよ。もうちょっと弱い方がいいんじゃないかとかね、いろんなプロの方から指導が来ると思うけど、今の自分が、その時の自分が正しいと思う歌い方で、これからもねどんどんね歌ってほしいなって思います。もうね全部が上手いんですよね。全部が上手いって書いてますもんね。ハミングもうんもね、響きもいいし、抜く声もできるんですよ、13歳でね。で、今回のね10代の子ねすごいよ。やっぱり過去にもいろんな番組で10代とかすごい子いっぱいいたけど、今回の10代の出場者全員ね将来日本を引っ張ってますよ。それぐらいすごかったですね。あと親から授かった骨格、骨格ってねもうあんまりいじれないんでね、これは親からの遺伝が大きいと思うんですよ。それもねいいですしね、僕このテレビの本番の前に熊本恵美さんの YouTube を何本か見てたんですよ。天才おるやんと、これも優勝すんでと、番組始まる前の予想は熊本恵美さんが優勝だと僕はそう思えるぐらいの歌声でしたね。だから日本にはねこんだけすごい13歳ですよいるんだということですね。僕が中学2年生の時は学校の校歌しか歌ってないですよ。はい、項目2、なぜ柴田千佳さんが優勝することができたのか、それについて喋っていきたいと思います。熊本恵美さんと柴田千佳さんの点差は1点だったんですよ。2000分の1なんですよ。その2000分の1を決め手になったのは、柴田千佳さんが歌ってる姿を見てて何かを持ってるなって僕は感じました。それは何かはわからないです。何かを持ってるなっていうのと、あとは歌の良し悪しってもうこのレベルまで来ると両方上手いんですよ。なぜ1点差がついたかというと、それは歩んできた人生の差だと思うんですね。っていうことは年齢が高ければ高いほど有利になると思います。僕は歌の世界、それはなぜならば、さっきも言いましたけど、魂に届く歌声が一番評価をされるって言いましたけど、その魂に届けれる歌声を歌おうと思うと、やはり日々の生活24時間を自分がどう使っているか、どう生きているかで歌声に乗ってしまうんですね。熊本恵美さんも素晴らしい女性だと思うし、素晴らしい家庭環境で育ってきたと思うんですけど、やはり熊本恵美さんよりも8歳上の柴田千佳さんの方が歩んできた人生が長いので、その差が2000分の1に出たと僕はそう思ってるんです。皆さんの分析はいかがでしたでしょうか。できればねコメント欄にね皆さんの感想なども書いていただけたらと思います。ではラスト3項目目、忠宏の中での一番は誰だったのか、それについて話したいと思うんですけど、皆様に謝らないといけないことがあります。今回はどうしても選べないんです。今まで渡辺遥さんがいいとか選べたんですけど、今回一人に選ぶことは無理です。最後まで私動画見てたのに時間返してよと、そう思われる方すいません。だってね、僕ちょっとノートにね全部控えてるんですけど、今回マジで無理でしょう。どう思います皆さん。魅力の塊中野雅さんでしょう。で、予選でめちゃくちゃ良かった宮崎優也さんでしょう。僕宮崎優也さんに関しては日本テレビありがとうまで言うてますからね。本当にね、予選の時の宮崎さんの歌声めっちゃ良かったんですよね。10代の最強トリオ熊野穂さんと島津さんでしょ。ほんで熊本恵美さんでしょ。で熊本恵美さん天才でしょ。選べないよね。選べます。これ島津心美さんめっちゃいい声鳴ってたよ。とんでもなくいい声鳴ってたやん。ほんでファイナルのザハラさんでしょ。
ザハラさんの歌声ファイナルで聞いた時より優勝したと思ったもん。イチャザハラさんのファイナルの歌声本当にみんな聞いてほしい。あれはね、優勝したと思ったよ。めちゃくちゃ良かったやん。だって逆にこれどうやって皆さん選びます？一人自分の中で投票しないといけないってなった時、僕ね、動画撮る前にもうある程度頭の中で考えるじゃないですか。で、僕の中でね、あの予選を聞いた時に自分の中での一番は宮崎優也さんにしようって思ってたんですよ。また渡辺遥さんのような歌声の人発見したわって思ったんですけど、いやー、全員すごいけどな、本当に全員すごいよな。無理ですね今回。っていうことでね、初の2020年2021年とね、ちゃんと必ず選んでるんですけど、2022はやはり過去一のレベルだけあって、私の一番が選べないレベルだったっていうことです。それぐらいめちゃくちゃ良かったです。全員無理やりでも私の性格やったら選ぶんですけど、今回は本当に本気で悩んだんですけど選べないっていうことです。はい、すいませんでした。ということでね、こんな感じでいろいろね、あのまた動画撮っていこうと思いますのでね、ぜひ今後もね、お見逃しのないようにチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。